ドカンルーム。マッキーのロッカールームのコーナーです。さあ昨日ですね、 J3 リーグ第11節から12節の開催延期が発表になりました。5月30日土曜日ガイナーレ鳥取戦、6月6日土曜日の FC 今治戦ですね、こちらが開催延期発表になっておりますね。また6月13日以降の試合開催については現在未定となっておりますということです。さあそんな中トレーニングもね、今自粛中という鹿児島ユナイテッド FC ですが、いろんなですねコンテンツを使って様々な発信活動を行っております。今日はですねそんなお話も聞けるのかな、鹿児島ユナイテッド FC の元選手、今はですねスカウトとして活躍しております長畑優希さんのインタビュー、どうぞ。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム、エールフォー鹿児島です。今日はこの方となんとですねスカイプでつながってるんですよ。では自己紹介お願いします。はい、鹿児島ユナイテッド SC 長畑優希と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変わらないですね、はい、なんかね変わらないですか。変わらないですよ、選手時代と。長畑さんは今さんって言ってますけど、はい、元選手ね、はい、ユナイテッドの選手で、はい、2019シーズンで現役引退を発表しました。はい、で今現在のお仕事ってズバリ何なんですか。今の僕の仕事は スカウト担当です。スカウト担当。スカウトですね。へえ、スカウトってまあね、いろんな選手をこう引っ張ってくるってイメージがありますが、具体的に ねどんなお仕事なんですか。はい、具体的には言ったら、うん、新しく来年入ってくる選手を補強って感じですかね。あ、長畑さんが選ぶ選手が来年入ってくるかもしれないんだ。はい、まあ僕が選ぶというか、うん、僕がそのきっかけになる可能性があるっていう感じですね。僕がこの人だってて決定権っていう感じは、うんうん、じゃないんですけど、なんかつなぐというかね。はいはい、やりがいめちゃくちゃ感じます。へえ、例えば、まあ、今ねそうこういう状況なのでなかなか行けないですけど、はい、県外とかに行ったりとかするんですか。はい、学生の皆さん見たりとか。はいはいはい、そうですそうです。だからこのコロナが流行る前は行ってました、うん、県外にも。はい、去年のその2019シーズン引退するとき、ファン感謝デーの前には発表できてない状況だったじゃないですか。はい、ああ確かに、はい、引退を。なので、はい、まあ、多分サポーターの皆さん長畑さんファンでねすごく多いじゃないですか。はい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 、いや少ないわ。いやいや多い多いよ。全然いない。めちゃめちゃ多いじゃないですか。引退する時の気持ちって振り返ったらいかがでしたか。うん、どうすかね、やっぱサッカー選手、うん、自分がもう来年あるかないかぐらいは分かるもんです。そうなんですね。僕はもう、あ、そろそろかなって、自分の肉体的にもその試合に出てない状況的にも、うんうん、だからもうその時点で自分でどういうことがしたいっていうのを考えてはいました。なるほど、じゃあ次のことも少し視野に入れながら、はい、入れてましたね僕の場合はですよ。正直な話。そうだったんだ。サポーターの皆さんになかなかねご挨拶とかできない状況だったと思いますけど、はい、ね、長畑さんのその現役時代っていうか振り返ると、はい、どんな現役生活でしたか。はい、まずそのサポーターさんに向けて挨拶できなかったのはすごい残念だったんですけど、うんうん、僕がまず辞めることよりもレジェンド2人がいましたから、田上さん赤尾さんっていうのが、うん、確かにね。だから僕はもうさらっと引退しようかなっていう感じだったんですけど、まあ、言える場があれば感謝は したいんで、今すごい感謝していることを伝えたいです。いや、このラジオを通して、はい、今日はそれも伝えていただきたいなって思いもあって、はい、あ、はい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 、サポーターさんにちょっと思いを伝えていただいてもいいですか。はい、いや泣いちゃいますね。私もちょっとハンカチハンカチ、あ、なかった、まあ、とりあえずその引退、うん、できな引退するってその発表できなかった、まあ、リリースは出たんですけど、はい、みんなの前で言えなかったことはすごい申し訳ないです。うん、でも本当にこの鹿児島に帰ってきて鹿児島でのサッカー生活っていうのが僕の人生で一番楽しかった時期だったんで、それはもうサポーターさんとかクラブでチームメイトのおかげだと思ってます。うん、本当ありがとうございましたっていう感じです。なんか鹿児島に戻ってきたとね、もう本当すごく私覚えてるんですけど、はい、長畑さんが選手としてボルカ鹿児島に入りましたよね。
はい、なんだろうこの選手って思ったんですよ。すごいなやっぱりって。鹿児島に帰ってきてからがすごく楽しかったって言います。ちょっとその言葉が聞けただけで私は嬉しかった、うん、いや本当サッカーやってて、うん、この時期一番楽しかったですね。あ、そうですか。はい、そこからボルカ鹿児島まだ九州リーグの時代でした、はいね、はい、そこからね J2 までもう支えてきてくれたわけですけれども、はい、途中ねだって怪我もね、まあはい、結構大きなのしたじゃないですか、はい、あー、まあ、支えてきてくれたというより僕がもうチームの、ね、とかサポーターに支えてもらったって感じですかね。怪我した時にしてもちょっとこう引退がよぎったりあの時はしなかったんですか。今だから聞くけどめちゃくちゃしましたよ。もう家で泣いてましたからね。うん、そうなんだ、もうやめるっつって、もう無理だっつって。でもそこからね、その大きな怪我を乗り越えて選手として、はい、またね、こうユナイテッドの一員としてね、はい、J リーガーとして、はい、鹿児島をこう盛り上げてくれたわけですよ。はい、本当にありがとうございます。いや、ありがとうございました。逆に。でもこうしてね、またあの鹿児島ユナイテッド FC のスタッフとして。はい、このセカンドキャリアを選んでくれたってこともきっとサポーターの皆さんも嬉しかったんじゃないかなと思いますよ。そうですね、まあ、鹿児島が好きですしね、もうこのクラブもサポーターもでありがたい話をもいただいたので、もう迷うことはなかったですね。そうですか、はい、でここからのまたユナイテッドを永畑さんはじめねスタッフの皆さんがまた一丸となって作っていくところだと思いますが、はいね、今ちょっとこの新型コロナウイルス大変な状況になっております。はい、で、まあ、練習も今できない状態ですけれども、はいはい、今チームでこういろいろな取り組みを行ってますよね。そうですね、うん、例えば、まあ、手洗い動画発信したりとか、うん、田上さんの YouTube とかねかなり、はいはいはい、見て面白いなって思ってますけれども、はい、永畑さんおすすめのコンテンツってありますか。僕のおすすめのコンテンツはですね、うん、ユナイテッド時報っていうやつですね。ユナイテッド時報見てますよ。はい、見てます、はい、僕も見てます。もしめちゃめちゃ面白いですよね。ただ謎謎難しくて考えてない。難しい。やっぱいい生活リズムを整えるっていう意味ですよね。ですよね、きっとね。はいはいはい、そういうことですよね。はい、いろいろ謎謎で8時に田野さんの、うん、なぞなぞ始まって12時に正解発表して、うん、はい、また6時にユナトレってトレーニングもあるじゃないですか、はい、18時、うん、おうち時間とかって夜の8時にはゴールシュートも最高の流れができてるわけですよ。なるほど、1日の流れをそれで作ってくれてるわけですねってことだと思います。あとなんか最近で言うとおうちで外ご飯とかいろいろコンテンツ増えてる状態ですよね。そうですね、うん、ユナテッド時報であったり、うんうん、活動内容トップチームの、うん、は今休止中なんですけど、はい、Zoom を使って、うん、みんなでトレーニングをしてます。チームとして全体で、うん、トレーニングもしてるんですよね。その Zoom を使いながらですけど。みたいですね、はい、Zoom を使ってじゃあみんなで一斉に同じその筋トレをしたりとか。そうですそうですそうです、してるんだ、はい、うん、さあそのねやっぱり、はい、鹿児島ユナイテッド FC のこれまでの、はい、まあ本当レジェンドの一人ですよ永畑さん。いや全然違います、レジェンドの中の一人、下の下です。その永畑さんからぜひねこのラジオを通して、はい、スポーツプラスを通して、はい、鹿児島の皆さんにエールを送っていただきたいなと思ってまして、はい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 、エールフォー鹿児島と題しまして、はい、永畑さんから元気なメッセージを送っていただきたいなと思います。本当この状況は、まあ、鹿児島はまだそんな少ないっていう状況ですけど、これから何がね、いろんなお休みに入っていく中、できるだけその外出を控えていただいて、鹿児島が一つとなってそのコロナに勝っていければって思ってるので、ぜひその不要不急の外出を控えていただき、頑張って乗り越えていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、一緒に乗り越えてね行きましょうね。はい、はい、はい、スカウト頑張ってください。あ、頑張ります。楽しみだな、来年どんな選手が入ってくるかね、またね。いやプレッシャーエグい。いやでも頑張ります本当に。でもこうね変わらず頑張ってる、はい、今日ね声が聞けて嬉しかったです、はい、では最後に永畑さんのですね、はい、
プラスソングリクエストを一曲お願いしたいんですが、はい。これなんでこの曲にしましたか？この曲は僕がスポーツプラスでお世話になった曲で思い出深い曲です。そうでしたね。一回ね、リクエストしてくれましたよね。はい。覚えててくれてありがとうございます。はい。じゃあちょっとかっこいい。ではいきます。曲紹介お願いします。マッキープラス FM 鹿児島の皆様のプレシャスメモリー。